進学とは、進路において、上級の学校などに在籍して学ぶことを選択、決定することである。進学は、学校教育において、小学校から中学校、中学校から高等学校というように上級の学校へ進むことを指すことが多いものの、同等段階の学校に続けて入学し直す場合などについても使用されることがある。なお、 幼稚園から小学校へ進む場合にはあまり進学とは呼ばれない。進学とは在籍する学校と異なる学校に進むことであり、進級とは現在在籍している学校の中で学年が上がることである。ただし、同じ学校であっても以下の場合は進学と呼ばれる。公立の小学校から公立の中学校に進学する場合には基本的に入学試験はないが、 それ以外については入学試験が行われることがある。中学校から高等学校や高等専門学校、及び専修学校高等課程、高等学校から大学、専修学校専門課程などへ進学する際、ほとんどの場合、入学試験を伴う入学者選抜が行われるが、中高一貫教育の学校や私立学校で同一、または、 系列の学校法人が設置する学校の間で進学する場合、入学試験を行わずに進学できる場合がある。これをエスカレーターに例えて、エスカレーター方式とも言われる。学校によっては幼稚園から大学まで進める場合もあるが、多額の学費やその他の費用を必要とする。また、適用を受けるには成績など一定以上の条件を満たす必要がある。 この進学方式の問題点として、学力が一しく劣る者が進学、卒業できてしまう場合があることが挙げられる。ありがとうございます。